今日紹介するおもちゃはこちらでーす。プチブロックのですね、リュウグウノツカイという、深海の仲間ですね。これは100円で買えるブロックなんですけど、早速組み立てたものがこちらです。結構ですね、全長というか大きいというか長いんですよね。このぐらいありまして、近くで見るとこんな感じでですね、クリアパーツが台座で使われていたり、色味自体はシンプルなんですけど、すごい特徴をつかんでますよね。可動は体全体がこういう感じでよく動くのと、あとはまあ首がちょっとこう動くぐらいですかね。あんまりこう動くというよりも、こうやって置いて楽しませているおもちゃだと思います。はい、このプチブロックをですね、いつもですね、このナイトと呼ばれるプチブロックのロボットビルダーズというですね、よいしょ、こういうシリーズがあるんですけど、これをですね、こう合体させて一つのロボットに改造しているので、早速見てみましょう。今回はこんな感じになりました。結構ですね、身長差がありますね。結構長広く作ったのと、あと肩の部分がちょっと、ワンパーツ多く使ってるので可動がちょっと増えてますね。あとはそんなに変わってるところはなくですね、裏側はよいしょ、こんな感じでほぼ、一緒な感じですかね。ちょっと大きく作っております。この2つで1つのロボットを作ったんですけど、パーツが余ってるので、こういうよいしょ、ちょっと四辺メタみたいなのも作れちゃいますね。なのでこの2つとこの2つは同じパーツ数で出来上がっております。近くで見てみるとですね、顔はリュウグウノツカイと同じような形で、ちょっとここだけ短めに作っていて、可動だけ簡単に説明すると、ここがですね、ちょっと一段多くなっているので、こうやって手をですね、内側にこう腕を向けることができますね。あとは、手首というかここら辺は動かないんですけど、結構柔軟にグリグリ、動かせるような、可動にしております。グニグニ動きます、はい、腰はよく動くのと、足回りもかなり動きますね。グリ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 、あぐらもできちゃいますし、ハイキックなんかも簡単にできちゃうので、可動だけで言うと、このロボットビルダーズという100円の、ロボット、ブロックのおもちゃが優秀すぎますね、はい、腕回りでもかなりこうポーズ決められるので、遊んでて楽しいですね、こんなパンチのポーズとかもできますし、こう到着登場ヒーローポーズみたいなこんな感じのもできちゃいますね。すごい動きます、とにかく。はい、そしてこういうですね、支援メカみたいな、まあジェットみたいな感じで、これが余ったパーツで作ったんですけど、これをですね、
まあ飛行機みたいな感じに見立てて、てこれをですね取れるんですよね。ここでチッとよいしょ、でここのパーツもよいしょ、で、はい、取れて、こんな感じでですね3つぐらいに、分けることができますね。はい、まずはこの長いのがですね今回武器にしたんですけど、まあ槍のような、形で手に持たせることができますので、よいしょ、こっちの方がいいかな、グッとパーツを噛み合わせると、もう入ってないですねこんな感じでですね持たせることができます。こんな感じで、もうどこが武器なのかわかんないかもしれないんですけど、はい、ここでつながってて、こういう感じで持たせたり、こんな感じでですねズバッと、はい、ポージングさせたり、あとはもっと長く持たせたい人がいたら、よいしょ、こんな感じでですねすごい長い巨大な刀のような形で、よいしょ、ポージングさせることもできちゃいますね。すごい、これは長いです。次はですねこのソードなんですけど、よいしょ、ナイトにも同じような形で付属してて、はい、まあ標準の装備なんでしょうかね。これも作ってみたので、手に、よいしょ、持たせると、これはちょっと短い、まあ体が大きいので、ちょっと短めの剣になっちゃいましたけど、こんな感じでですね持たせるができますね。体が細いので、あんまりこう似合わないかもしれないですが、こんな感じでですね持たせれます。最後はですねこの飛行機のような、物体なんですけど、これはですね腕にこれもつけて、よいしょ、そうするとバトルアックスのような斧ですね、斧に見立てて作ってみました。どうでしょう、かなりですね重くてもうへたっちゃいますね。これは全然変重すぎてポーズが決まらないんですけど、まあこんな感じで、あ、取れちゃいましたね。左手に持たせることもできます。あとはですね背面に、これを斧をつけると、はい、ちょっとですねこう全然見づらいんですけど、ジェット機の、ブースターのような感じでこう飛ぶような、そんな、装備に見立てることもできます。すべてのパーツを合体させて巨大な竜宮の使いを完成させたいと思います。まず頭部を、よいしょ、上に向けて、肩もですね上に向けてしまいます。こんな感じですね。そして、腰をぐるーっと1回転させて、はい、足をですねこう外側に向けてあげると、まあちょっとこういう棒状の、形態に変わりますね。そしてこのパーツはですね、ここで、ちょっとロックさせてあげると、まあ一個のこういう武器になるんですけど、これをですね腰の、よいしょ、ここにですね合体させてロックして、はい、で手戻してあげて、最後に巨大な、
この武器だったものを頭部にくっつけてあげてポーズを取らせていくと、はい、できました。ただただ全部くっつけただけなんですけど、まあ巨大なこういう風の使いのような、携帯に変えることもできます。こんな感じ。まあ全部のロボット、パーツをくっつけただけなので、まあ余剰がなくていいかなっていう感じで作ってみました。この2つのですね、ロボットと、リュウグウノツカイが合体させると、こういうですねオリジナルの、プチブロックも作ることができますね、なんて言ったってよいしょ、この2つがあればですね、いろんな、はい、バリエーションの変形ができるので楽しいですね。今日はですねプチブロックの、リュウグウノツカイを紹介しました。まあ、いつもですねツイッターでいろんな方の変形を楽しみに見ているんですけれども、まだまだいろいろ作っていってみたいと思います。それではせばねー。